ストレスなんかもね抱えやすくなっちゃうので、胃の方どうですか最近胃の調子は。結構良かったですね。こうされても痛いっていう感じですかね。そうですね、特に足が痛くて。あ、足が痛い。足の裏痛くて、なんか足の裏が痛いって内臓が悪いっていうと、そうですね、やばいんじゃないかな裏痛いんですけど。そうですね、で実際体調面はどうなんですか。体調も毎日グロッキーな感じで、すぐ疲れちゃうし、吐いちゃうんです。吐いちゃうんですか、はい、あ、じゃあ結構胃に来やすいって感じなんですかね。で、例えば他にも何か症状みたいなことは今思いつくことありますか。肩こりで頭が痛くなる。肩こりで頭が痛くなる、そうですね。出てる冷えは感じることありますか。感じますね。真夏でも寒くて。真夏でも寒い、結構な体調の悪さですね今こっち胃の経絡なんで、そんな痛がってないので大丈夫そうなのかなと思いました。なんかこれ、はい、新しいジャンルの気持ちよさがあります。あ、そうですか。気持ちいい、前結構痛がってましたよ。あ、これ、そう、だから今多分ね、その幸せっておっしゃってたんでその結構精神的なストレスって胃に来るので、そういうのがなくなった分胃の調子がいいのかなと。ただ姿勢が悪いんで肺の方とかね、その辺でがコリが見られるのかなと、でもそうですね、多分無理してないからか、割とその足先は硬かったですけど、全体的なことで言うと前よりこのお尻周りなんかは凝ってないですね。でも背中はやっぱりね、こう猫背っていうのがあるのでだいぶこう硬いですね。腰今調子良くないですかね。定期的に痛いです。定期的に痛い、今押してるラインも硬いんで、どうですか、押されて痛くはないですか。痛気持ちいい、前よりお痩せになったということですけど、自然と痩せたんですか。やっぱ前はストレスで食べちゃってたんで、なんかストレスがなくなったら普通に1日2食とかになって、そうですね、食事の量が単純に減って痩せたみたいな。あ、そうなんですね、じゃあ無理せず痩せられたんですね。そうなんです。今だとこの辺さっきと同じようにやっても、痛みの、状態は和らいでますよね。そうですね、我慢できる痛み、痛いね、こっち側も痛いですね。やっぱあの猫背になっちゃってるんで、この胸、ここ胸なんですね、胸のリンパとかに関するとこなんですけど、やっぱこの辺良くないですね。
もしますね。え、辛くないですかね、はい、伸びてる感じありますか、うん、はい、うん、今だとここもう痛くないんじゃないですか。うん、はい、さっきすごい痛がってましたけど。そうそうそう、ね、はい、痛い。足裏痛い。いや、すごい気持ちいいなってモードでしたんで、はいはい、びっくりしましたね。分的にちょっと痛い場所がここの辺ですかね。痛いのね。すごい痛い。すごい痛いね。すごい今軽くでしたけど。これは異変痛そうですね。ちょっとね、痛いね。そうですね。うん、結構ふくらはぎね、右痛そう。あ、やっぱ触ってわかるもんだね。そうですね。これわかんないと仕事にならないです。ここすごい詰まってますね。うん、ね、足で歩く感じません？感じるんで、もう家では、うん、寝てます。ああ、これからでも寝てもだるいですよね。そうなんですよね、うん、だるさってなんか寝てるとよりだるくなるんで、うん、ああ、なるほど。はい、動かしてあげた方がいいんですよね、むしろ。ちょっと流してあげた方がいい感じするので、はい、ここちょっと流していきましょうか。はい、はい、よいしょ。ちょっと下をまず温めますね、使ってね、はい、はい、大丈夫ですか、うん、はい、こっちもなんかボキボキって言ってますね。流していきますね。便どうですか？ちょうどいいです。はい、足も細くなりましたね。そうなんですよね。足なんかされてるんですか？
や、あんましてない。あ、そうなんですね、よかったですね。うん、いや、ほんと一時は太りすぎてた。ええ、パンパンでしたよね。そうですね、だいぶ足の方もお肉疲れてたんで。そうですよね。ええ、なんか今すごい細く戻ったなと思って、はい、ええ、結構短い期間でね、増減が、うん、あるんですよね、ももさんね。うん、でもやっぱあの頃はほんとストレスマックスだった、ええ、ああ。お忙しくされたりもありましたもんね。そうですね。うん、あ、ちょっとそうですね。ね、この辺痛いですね。あ、痛い痛い。冷えてるので、あ、うん、こんな季節なのに。痛いですね、ここ。これが、やばいやばいやば、うん、ここに全部痛いですね。なんて痛くなるもんなんですね。あ、腰痛い方は痛いですよ。へ、うん、骨盤の反射区なんですよ。結構ここ流れが良くなってきましたね。彫りが取れてきて、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.